ということで今回もやっていきたいと思います。誰だ、ちょっと来てもらえますか。またあれか、旅立てなかった子たちか。いや、しかしね、全然まだね、あれね、すれ違ってくれてないからね、まだしばらく旅には誰も出れないと思います。お、はい、ということで今回もこの島に住みたい人が来てくれているので QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、それじゃあ QR コードを読み取る。しゅうやさん、ドライ系、第一印象、自信家、特徴、形式的、負けず嫌い、短気、ズバリ言い切る、成果にこだわる、バッサリ型、我が道を突っ走るタイプ、他人の言うことは気にせず、何でも素早く行動する、できるやつ。あれ、今までバッサリ型っておったかな？おらんかったような気がする、なんとなく。ちなみにこの今回新しく増えたしゅうやさんは今までにもルキアくんとかハクレンくん、ルキアさん、ハクレンさんを作ってくれた人が作ってくれたキャラクターです。ということであれよ、個性的よ。これって天才と思っちゃう時があります。あ、そんな感じする、なんかキャラ的に。キャラ的に。はい、チーズでもどうぞ。いただきます。なんかめちゃくちゃ頭良さげな感じやしね。なんか特殊な能力とか持ってそう。はい、それじゃあ、まあこれからもね、よろしくしたいよ、しゅうやさん。さあ、それじゃあ、この友達マークは一体、怒ってるー。最近、りょうたくんも喧嘩増えてきたような気がするんよね。やっぱ島に慣れた喧嘩な。話したくない。え？話して。せつなさんの喧嘩率めっちゃ高いよね。どんだけなんだ、仲直りして。このイライラも沈めてください。うんうん。それじゃあ、ちょっと待って。大好物とかは特にないのか。じゃあ、はい。いただきます。どうぞ。どうすか。まあまあ美味しかった。まあまあじゃダメなんよね。あ、レベル上がった。レベル上がったんだから、ちょっと機嫌も治ってくれていいんじゃなかろうか。なかろうか。じゃあ勉強セットでも。はい、どうぞ。道具、勉強セットをプレゼントしました。めっちゃ怒ってるよ。せつなさんの方行こうか。せつなさんおらんかったよね、さっき。あれか？家にいるのか？せつなさん家どこだ？あ、おったおった、これや。じゃあ、様子をちょっととりあえず見に行こう。ほのぼのとしたひとときを過ごしよる感じ。なんか、クレヨンしんちゃん、こんな感じじゃなかった？家。なんかこんな感じじゃなかった？白とかがおる側。まあまあ、ほら、落ち着け。ドリアン。ドリアン、臭すぎて繊維喪失するかもしれん。さあ、どう？あ、マジですごく美味しかった？なるほど。好物1位になったドリアン。マジか。仲直りしてこようと思います。味は美味しいとは聞くけど、でも匂いで食欲ってなくなるよね。正直。ドリアンの匂いがどんなんかちょっとよくわからんねえけどさ。嗅いだことないし。とりあえずちゃんと仲直りしてね。この間はごめんなさい。どう？というか、こちらこそごめんなさい。謝りに来る前にちゃんと歯を磨いた。速攻。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、よかったよかった。仲直りできました。まさか好物1位になると思わんかったもんね。あ、しかもさっきりゅうたくんにあげたココナッツ苦手なんや、せつなさん。それは。あ
明日できることは明日やりましょう。でも今日できるなら今日やった方がいいと思うよ。なんかこっち友達マークいっぱいあるね。どうしたの？喧嘩みんな。喧嘩？まさか別れたいとかじゃないよね。喧嘩や。なに、誰と？アキと喧嘩しました。アキちゃん、アキちゃんも最近なんか喧嘩多いんよね。じゃあこのイライラ、なんだろうか、みんなイライラしちゃって。もう寒くなってくるけんね、イライラする気力もなくなってくるよ。はい、ガムでもどうぞ。落ち着いて。どうすか。そんな状態になるようなガムってがある？見たことも多分。お、ハートマークあるやん。とりあえずアキちゃんを呼び出しして、ごめんね、ちょっとのんびりしよるところ。夫婦水入らずのところ。ちょっとイライラしてるだけです。それが怒ってると言うんだよ。でもまあアキちゃんの場合はチラシ寿司。はい。チラシ寿司で踊り出すはずやけん。いただきます。どうぞ。さあどうだ。はい、来たー。はい、来たー。これでご機嫌。さあ、あとはゆいさんの方がどうかっていうことやね。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。チラシ寿司は好きじゃないんだなぁ。握り寿司は好きなんやけどなぁ。この間はごめんなさい。どうだ。こちらこそごめんなさい。お、よかった。ちょっと先にね、ガムで機嫌を損ねてしまっていたからね。ダメかと思ったけど。うまくいきました。やったねー。ありがとうございます。仲直りできました。お礼にこれもあげます。なんでしょう。てか、ハートマークが気になるんやけど、あそこ誰やったっけ？一番最初の家やったね。リストの項目もタッチして、スライドしても、スクロールすることができますよ。知ってるよ。ルーレット式で選びやるけん、そういう感じでやるよ。ちょ、どこ行った？どこ行った？ケン君かリンちゃんかどっちかやねん。マンションの方に戻ったかな。あ、ケンくんや。さあ、ケンくん。また、子供ですか？私とリンの間に子供がいたら、と想像したりします。いいね。ですよね。前回女の子やったよね。ケンちゃんやったと思うけど。レベルアップ。前回のケンちゃんね、名前もそうやけど、なんていうか髪型というか、もう男の子っぽかったけん、もうちょっとなんかね、もうちょっと女の子っぽい女の子がいいかな。晴れ着、タキシード、ダメージジーンズ、ドットシャツとカーゴ短パン、かわいい服、ドットシャツ、カーゴ短パンをプレゼントしました。いつもありがとうございます。ちょっとバカンスに来たんですかって感じの格好やけど。お宝銀貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。自分だけが苦労しているって感じることありますよね。あー、なんか話聞きよったりとかしてもそういう人おるよね。いや、そんなわけなくねって私は思うタイプやけど。世の中お前より苦労してる人いるわって思う。すごく美味しかったようです。よかったよかった。はい、そして、でもなんかそういう人に限ってさ、人のなんか苦労みたいなの全然聞かんよね。自分の方が大変だからみたいな感じ。はい、それじゃあ、おーねむちゃんも怒ってる。どうしたのみんな。落ち着いて。相手はライチと喧嘩しました。ライチちゃん、もうなんか前からおる住人たちがね、今ちょっと一触即発な感じでバチバチとしているんだけれども。
大丈夫かい？仲良くして。新しい住人さんたちが入ってきにくいでしょ。はい、シュークリームどうぞ。どうすか？結構美味しかったようです。よかったよかった。みんな落ち着きました。仲直りしてこようと思います。よかった、一発で落ち着いてくれた、ちゃんと。さあ、どうかな。てか思うんやけど、最近クッキーシュー全然なくない？なんか前までさ、ファミマによく置いとってんやけど、なんかないよね。どうしたん？人気じゃないん？私はとことん世間とずれてるんだろうか。うわぁ、マジで？マジで？なんでだ？喧嘩の原因はなんだ？うまくいきませんでした。ほらほら、そういうこともあるよ。ちなみに喧嘩の原因は？うまくいかないものですね。仲直りできませんでした。物の投げ合いをしてるけど。ろくでなしっていう方がろくでなしなんだもん。怖いよ、二人とも。そんなもの投げないで。そういえばこういう。てかなんかあれよね、足元にいっぱい物が散乱していきよるけど、しばらくしたら消えよるよね。でも別に再び手に取ってるわけでもなさげな。どういう状態ですか？すごく不思議なんだけれど。はい、それじゃあ。お、キャンディーさんがめちゃくちゃ呼んでる。超呼んでる。はい、遊びましょう、遊びましょう。ミーシルエットクイズ。シルエットで表示されたミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。第1問。てでん。ヨミさん。ヨミさんっていうか、ほぼ馬やけどね。第2問。てでん。初雪さん？ああ、よかった。なるほど。帽子。最終問題。てでん。ミネットさん。わかるわかる。おめでとうございます。ありがとう。キャンディーさんと小夢さんももう結構長くなってきたよね。仲いいんかな。はい、一番大きいので。お宝、ホテルのアメニティをもらいました。ありがとう。実は人の噂話が好きです。でも女の子って結構噂話好きが多いような気がするけど。はい、ソーセージどうぞ。どうすか？まあまあ美味しかった。よかったよかった。まあまあね。そして、ほいめさんとの、ちょっと不満なんですけど、大丈夫？ちょっと不満ってなってるけど大丈夫？私が、ね、仲いいんだなと言った途端ではないやろうけど。はい、あやかちゃん入ります。一緒に遊びませんか？遊ぼう、遊ぼう。ここも吉原さんとね、めっちゃ仲いいよね。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。超アップクイズ、第1問。第1問。これは何でしょう？いちご、わかりやすい。答えは、いちごでした。アップにしてもこれぐらいわかりやすくしてほしいよね。第2問。これは何でしょう？停電。もう早速。ゆで卵。答えは多分、ブツブツがないけんおかゆじゃないはず。ゆで卵でした。超アップクイズ。するっと。最終問題。最終問題。これは何でしょう？スイカ。答えは色的に。もうこれは単純に色的に。今年あんまりスイカ食べたんかな？食べたような、食べてないような。一つだけあげます。いや、結構食べたから。選んでください。一番大きいので。お宝、夜間をもらいました。ありがとう。親友のミクルが泣いていたら、私も泣きたくなります。いいね、友情だね。かけがえのない人、夫婦関係も良好。いいと思う。いいと思うよ、それ。
はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあみんなじゃんじゃん入れてってね。あ、あ、シルエットクイズに出てきたヨミさん、かわいい、ジャンプして入れるの。今日は 26,390 円集まりました。ありがとう。はい、そして朝一。美味しいトリュフだよ。トリュフ直置き。いらっしゃい。はい、それじゃあ毎度あり。10個ほど買っていきます。高級だな。はい、ミニエス見てこう。有事になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。にわかには信じがたいニュースです。伝説のケンタウロス、伝説の生き物とされてきた。そしてキングがまともな格好をしている。最近ちょっと変な格好多かったけどね。られました。全身タイツとか。これがその目撃写真です。ケンタウロスは群れをなして伝説っていう割には群れをなしておるよね。目撃者のリボ男子の話に矛盾があり、警察では写真が偽造された疑いもあるとしてリボ男子を偽造しているとのことです。どういう偽造なんやろ。いつも通りコラ感はすごいけど。世の中日々進歩しますね。進歩してるのか。お母さん、まあ幻と言われとった存在があんだけはっきり映っとったら進歩やけど、はい、やけど。セガキングがお伝えしました。ありがとう。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか最後の最後になって遊びたい人がブワって増えたけど今日とて喧嘩がたくさんだったね。